こんにちは、もやです。赤星いけるかもしれないのでちょっと挑戦していきたいと思います。あ、じゃあちょっと待ってね。羽を購入して、今現在時間は9時15分。多分、いや微妙なんですけどね、1800ぐらいかな、1800ぐらいでおそらく赤星プレイヤーになれると思うんですが、さあ行ってきます。ここは多分勝てるでしょう。多分スピード負けしなければほぼほぼ勝ち抜けるはず。もしくは耐久パでガチガチの耐久、もしくは石ルーンで固められなければいけるはず。この時にね、最終時間が伸びたか伸びてないかちゃんとチェックしないとまずいんですよね。あ、本当だったらちょっとリテッシュに行くべきだったんですけども、ここら辺まで行けばもう自動で回します。サクッとポイントを稼ぐスピード重視でやってるんで、グリフォンがルーンを、速度のみに振って一応今270までですね。あとは設備を上げてもうちょいとやりたいとこなんですが、ここもいけるでしょ。明石祭クロエ、相手のクロエを、ザイロスで最終時間さえ伸ばしてしまえばおそらく落とせる。さあ急いで、ああ石ルーンですね。ですが先行を取れば何体か落とせるはずなので、何体か落とせば、神田さえ落とせば多分いけるはず。ここはチャカチャカいきます。ちょっと神田落として強振張られても多分どうにかいけるはず。こっからだったら1体落としさえすれば多分いける。あー間違えた、くん右やるべきでしたね、クマルやるべきでしたね。クマルだっけ、赤信じるぞ。さあサカサカいきましょう、サカサカ。速度リーダーの時はできるだけ下げる、できるだけ下げる感じですかね。タイロン 19% アップ系のキャラクター、タイロンとかだったら攻めに行っちゃいますね。タイロンとかだったらがっつり行っちゃいます。やばいな、大丈夫かな、ちょっと時間かかってますね。もうちょっと早くクリアしたいんですが、ちょっと今あと15分の間で行かないといけないんで、ああちょっとオラクルが落とされるかもしれない。オラクルが落とされました。ここ落としきれるかな、怪しい。ちょっとこいつさえ落としてしまえば、いやーやばい、ちょっとまずいっすね、ちょっとまずいかな。ちょっと火力が足らなかったっぽい、火力が足りないかな。あーあーあああ、やばい、やりきられた。いやー爆弾つける相手を間違えちゃったかな、爆弾つける相手間違えたかも。どうしようかな、もうちょい頑張ってみようか。いや無理だなこれ、ちょっと諦めます。ちょっと時間でサクサクいきたいんで、ちょっと諦めで次、ちょっとここ次後回し。ここはいけるでしょう、多分いける。ドイツから落とそうかな、アドルフかな。アドルフさえ落としてしまえば多分落とされることはないんで、アドルフから落としに行きます。最終時間どうだ、全員伸びたかな。アドルフ落としの、あとはもうここ自動で多分大丈夫。ああ闇フから落として爆弾を除去されないっていうのも考えだったかな。まあ多分でも大丈夫かな、でも大丈夫。 1体ぐらい落としてしまえばもうサクサクっといきましょう。さっきのはちょっとねきつかったね、やっぱ強いね新重装は。きつい、硬いし強いし回復するし、もううざい、この上ないね、きつい。敵に回すとだいぶ厄介。僕もリテッシュをがっつり育ててやりたいところですけどね、まあまだルーンが取り揃えられてないんで、きついな、ここは無理、やだ。ここはいける。赤星いけるか、あと12分の間に頑張りたいところですね。うわー、クリダメ避けられた、きつ。ザイロス落としたい、でもタイロンの最終時間見てなかったな。これね見落とすんですよね、見落とす。もう多分自動で大丈夫。ああこれね、このパターンが一番嫌なパターンなんですよ。あの見てちゃんと確認せずに、デオルマルス水イフの
あのスキルが再使用伸ばせてるか伸ばせてないかちゃんと確認しないとダメなんですよね。ここいけるんじゃないかな。割り込みされるかな。割り込みされたらきついけど、リーダーが水イフだから速度で多分上回ってるとは思うんだけど、いやー、スノー向こうのグリフォンの速度が速いっぽいですね。しかも石ルーン2個ついてるから、これはきついかもしれない。グリフォン落としたいとこだけど、ダメ？割り込まれる？あ、割り込まれない。落ちろグリフォン。落ちない、マジか。あ、でもラッキー、バカグリフォンでしたね。順風しないパターン。あ、最終時間伸ばしたのかこっちが、だからか。なるほどね。ここまで来れば多分大丈夫。自動で回します。で多分我慢が入って、まあどちらにせよ両方とも我慢と無敵なんで、どっちに攻撃しても意味ない。あ、こっちこっちこっち。で水イフに攻撃された時に左に対処ずらす。これで OK、 勝ち。 OK ですね。そんなにポイント稼げてないかな。あと10分、いけるかこれ。きついな。赤星になったことないんで、初赤星をこれで行きたいところだけど、間に合わないかな。全然全然間に合わないか。いやー、きついな。ここいけるだろう。ここいける、多分。速度リーダーじゃなければ行く。それでも速い黒いとかいるんですよね、やっぱね。設備をね、ちゃんと速度の上がるあの設備をレベル最高まで行かせないと。まだ今いくつだっけな、6とか5なんですよね。あ、最終時間伸びたかな。とりあえず闇風ザイン。あー、消せない。待って、あ、やべ、ミスった。ちょっと待って。よし、よかった、最終時間伸びてた。ちゃんと見ろっていうね、話ですね。ちゃんと見ろっていう、ちゃんと見なきゃいけない。ザイロスで最終時間が伸びてるからちゃんと見ないと。本当だったらザイロスもみんなスピード上げなきゃ、みんなスピード上げなきゃ、割り込み入ったら終わりますからね。ほんと200以上には伸ばしていきたいんですけど、すごい微妙なルーンで、なんだっけ、ガレオンが猛攻で、ザイロスが繰りだめっていうね。で速度早めにはしてあるんですが、いかんせんそれでも間に合わない。ここいけるんだよな。水、この水なんだっけ、あ、こいつの名前忘れちゃった。なんだっけ、ブラウニーか。水ブラウニーが結構使ってる人多いんですよね、防衛で。なんでなんでしょう。水、なんで水ブラウニーを使ってる人が多いのかちょっと僕には分からないんですけど、結構多いんですよね。そして結構強いんですよ。厄介。うわ、マジで。ちょっとまずい、これ。これはまずいな。あー、無理。無理。無理無理無理。落とせなかった。爆弾つかないと、爆弾ついて一匹落とさないときついですね。これいけるんじゃないのっていう雰囲気あるんだけど、ちょっと行ってみよう。これ勝てるんじゃない？ダメ？これダメかな？ザイロスに撃たれなければ、あ、いけるそうな気がする。いける。ラマゴスが怖いけど、よし、最初より伸びた。とりあえず水イフ落として、あれ、ラマゴスも落ちるじゃん。意外と柔らか、ラマゴス。よし、 OK、 勝ち。ここはそうでもなかったから大丈夫。向こうにグリフォンか、あのクロエがいなければ結構比較的に軽く勝てる。ここもいけるだろう、多分いける。残り8分、多分いけると思う。落として、あー、負けるか、クロエに。あ、OK、 クロエが最初伸びた、 OK。 であとはクロエほっとけばいいや。オラクルちょっときつい。はい、オラクル落としの、あ、ついでにクロエがいなくなった。ここも自動で OK。 よし、自動で。いける、いけるでしょ。2体になった時に負けたことはない。2対4でね、さすがに。昔ね、あのコナミヤとタオールで1対1の状態になった時に僕のタオール負けましたけどね。スタンされまくってリモーションされまくって、あれはびっくりしたね。
タオール、コナミヤにタオールが負けるみたいな奇跡でしたね、あれ爆笑しました、一人でやってて嘘じゃんと思って。きつそうだけど、これいけそうだな、先行取られても大丈夫でしょ。オラクル、向こうのオラクルじゃねえや、オカルト、ん？オラクルか。あー、取られた先行、マジで、早っ、うわ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 、早っ。いやー、早いベルデか、きついな、この3体で。あー、早っ、ベルデ、めっちゃ早いベルデ、まず最終を伸ばしたところでだよね、いけるかな、ベルデが早いからちょっとベルデ落とそう、よいしょ、ベルデ落としてからいけるかどうか、スピードアップ、きつい、強い、ちょっと待って、うわー、厄介だな、厄介だな、水ブラウニーだから使う人が多いんだね、くー、落ちないか、まずい、まずい、まずい、なんとか、なんとかいけないか、あーがん、あ、うっそ、爆弾乗らないの、マジで爆弾乗らないとか、マジでアウトだわ、あー、うわー、やられたい放題、今の爆弾乗ってればいけたと思ったな、多分今の爆弾乗ってればいいけど、もう一回挑戦しようか、ここ、もう一回挑戦しよう、もう一回挑戦します、もう一回挑戦、今のところと同じところで、よし、いけそうな気がするんだけどな、ベルデが早いんだよな、これめちゃ早ベルデだから、うーわ、ここまではさっきと同じ流れで、一体落とされるはガレオンなんだよ、あ、いけるじゃんこれ、先行取れんじゃん、あー取れないか、すいません、強っ、あ、うーわ、これ、ま、より無理なパターンだったわ、ちょっと諦めよう、ここ無理、ベルデがクソ早い、設備マックスなのかなこれ、ヨピヨピポヨさん覚えましたよ、頑張って勝ちますよ次は、はい、闇フリーダ、やっぱ 33% 体力アップしてるからちょっと落ちにくいんだよねやっぱね、敵が、うわ、石ルーンだ、だけどその前にこっちが落としてしまえば勝てる、水イフは最初伸びた、 OK で多分爆破で倒せるからこっち、あー乗らね、キッズ効果的値は80ぐらいあるんだけどな、乗らないで負けるパターンは本当に悲しい、爆弾乗らないで負けるパターンは悲しいっすよ私、でもまあちょっと勝てるかな、なんか向こうのクロエが強心張らなかったからラッキーパターンだね、ラッキーパターンでいけるっぽい、よし勝てる、もう自動ですここから、おーい、マジか、さあ、あー、まあ強心ちょっと時間長いパターンだね、長いパターン、あと3分無理かな、赤は赤星やっぱきついな、設備をもっとレベル上げないと厳しい、あとグリフォン、なんだっけ、レイドやってないんでまだ、レマ石でしたっけ、あれつけてないんですよね、あれをつけてもっと速度を上げないと、あとザイロスもガレオンもスピードを上げないと先行取れないんで多分きついっすね、くー、ここら辺まで来るとカオスだな、強っ、強い敵が、うわ嫌だ、やりたくねえのばっかだ、カミラ2体いけるんじゃない、カミラ2体ダメ、クロエが石ルーンだったらちょっときつい、クロエ石やめて、石クロエやめて、よし OK、 石クロエじゃなくて先行もらえれば多分いける、さあよし最初伸びた、でカミラを潰そう、左カミラ、はい潰れた、勝ち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 、これ勝ちパテンだけど多分間に合わない、時間は間に合わないね、あと2分だ、あと2分じゃ赤星には届かねえ、よし金さんぐらいはいけるかな、頑張って、金さんも無理か、リスト更新、これはいけるだろう、抵抗か、抵抗は上がるのか、爆弾乗らなかったらきついな、爆弾乗らなかったら負け、順風、さあいけるか、 T
抵抗されなければ挙手。よし、オッケー。クロエが伸びた。クロエが伸びたからいける。どっちでしょう、こっち。はい。よし、オッケー。勝ち。あと1分。あと1回かな。対戦できて。いけるか。あ、やば。クロエに粘られるパターンか。早く倒して。あと1分。次ラストか。次ラスト。さあ、ここで勝って、いや無理、ここグリフォンの速度負けなければいける。頼む、負けるな。向こうは 19%、 こっちは 24%。 OK、 勝った。割り込まれる、もしかして大丈夫かな。いけそう。よし、全然デバフつかない。マジで割り込まれてるよ。よかった、順風打たれなくてよかった。水イフ、あべ、水イフについたかな。再使用。あ、ついてる、オッケー。よし、あー、時間オーバーですね。はい、終了。ということで、金2か金3か金2かな。あー、負けましたね。ダメでした。はい、ということで、おそらく金2でしょう。もうちょっと速度を上げて、全体的な速度を上げて先行を全部取って、勝ちに行くパターンですかね。あとは何使おうかな。バネッサ引ければ一番早いんだけど、ペルナとかもありなのかなと思ったり、オロチで風リーダーで 30% アップして先行を取るパターンとかもあると思うんですけど、そうするとザイロス活用がしにくくなるんで、悩みですね。まあ、とりあえず今ので多分設備が1個ランク上げられるんで、どこだ、1240、あ、足らない、あと12足りない。これがまだレベル56なんですよ。レベル6だから、あ、違えば、これを、あ、レベル5だから、これをレベル10までして、速度を、最高値まで施設で上げないと、まあ多分赤星には届かないかなって思ってますので、この設備を今後は頑張っていこうと思います。設備ほんとゴミなんですよね。ほんと。ちゃんとやんないとダメですね、ここら辺は。はい。ということで、アリーナ赤星に向けて、これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。それでは、またのご視聴よろしくお願いします。それでは、バイバイ。